両手持ち。しまった。おお、その手があったか。それなら威力は倍増。おい坊主、聞こえなかったか。関係者以外は出てけって言っただろ。それにこんな話を知ってるか。狩りの途中で足に怪我をした男がいる。治療のあてのないサバンナの真ん中で足は腐り、死神が忍び寄る。いいことがあろうと悪いことがあろうと、そいつを魚に神を傾ける。俺の一日に変わりはない。神よ、それは男の。もういい、うぜ。ちょっと何するんだ貴様。俺のハードボイルド。ハク、泣いているのか。ずっとずっとそばにいたんだ。せめて最後もお前のそばで。答えろ。なぜホムンクルスを作りそばに置き父と呼ばせた。フラスコの中にいた頃、お前は家族というコミュニティを小馬鹿にすらしていたのに。お前本当は人間のように家族が欲しかったのではないのか。もしもし、こちらキザル。おかしいね。もしもし、おかしいね。ジョセフ・ジョーサー、1920年9月27日生まれ。妻の名前はスージー Q。 趣味コミック本集め。どんな技かはついてからのお楽しみじゃ。ところでサトシはすでに6体持っておるが、どのポケモンと交換するんじゃ。こいつです。おお、いいパムをゲットしておったのじゃな。よし、では早速転送するぞ。そうですか。実はですね、この度私世界平和大賞というのをいただきましてね。世界？ほら、私が世界を救ったってことが続いたじゃないですか。それで特別に賞金をもらったんですよ。1億ゼニー。